ドルさんから荷物が届いたので開封する。あんま眠そうな顔。今日のあまちゃんでございます。あまちゃんがね、抱っこされてます。気持ちいいわーって感じ。幸せだわーって感じ。眠いわーって感じ。うん、牙もね、丸出しでございます。うん。やめてよ、取らないでよって感じかな。足です。足をツンツンしてます。足でね、指を握ってくるのがまた可愛いんだよね。うん。あ、まだ撮ってるよって感じ。なんで動物ってさ、カメラ向けるとわかるんだろうね。すごいよね。それでは本編スタートです。どうもプニでございます。お元気ですか？今日はですね、荷物が届きました。でっかい荷物が届きました。いつもありがとうございます。で、アドルさんが書いてくれてます。今日はですね、こちらの荷物、赤毛のアドルさんですね、からいただきました。なんかね、お礼だということで、手紙も入ってんのかな。よし、じゃあそれではね、アンマンちゃんもすぐ開けようよって届いたらね、せかすもんなんで、今ね、アンマンちゃんと一緒に開封しようかなと思ってます。よし、結構重いんだよな。さあ、中身は何かな。中身はね、伝票にね、お菓子とかって書いてたんで、多分ね、食べ物が入ってるんだと思います。今アンマンちゃんチェック中でございます。なるほどと。このプチプチはアンマンに起こしてねって言ってる。手紙がね、入れ忘れたということでね、連絡がありました。内容はね、子供たちのものをいただいたお礼ですということですね。ちょっとね、お子さんたちのものをね、送ったんですよね、この先日。それのお返しっていうことみたいです。あ、これ三戸のドンペリ。これね、むっちゃうまいんだよ。バンビさんからもいただいてて、ちびちび飲んでるんですけど、いやー、これグビグビ飲めるな、これで。バンビさんのやつもうすぐなくなりそうだったから、米とね、米麹で、作ってる三戸のどん紅なんだけど、八戸で作ってるみたいだよね。いや、嬉しいの。これはね、本当に美味しいお酒でございます。いつもありがとうございます。いや、結構高いんだよ、このお酒もね。あ、これまた食べたことないニンニクラーメン。ニンニクラーメンって言っちゃった。ラーメンですね。まあ、ニンニクラーメンはニンニクラーメンなんだけど、ニンニクを練り込んだ特製麺だって。マジか、絶対うまいじゃん、こんなの。私、ニンニク大好きだからさ。ほら、十和田さんって書いてる。いいですね。じゃあ次ですね。次は、お、なんだこれ。あ、酒とば。ちょっとこっちを酒にしよう。酒とば好きなんだよね。なんて言うんだろう。鮭のね、乾燥させたやつ。ビーフジャーキーみたいなやつ。アップルチップスですね。え、これすごいな。
青森県産のリンゴを使ったチップスだって。絶対うまいじゃん。これ楽しみだな。うん、じゃあ次ですね。今あんまちゃんがプチプチ持ってった。青森リンゴキャラメル。全然知らないものがたくさん出てくる。すごい。リンゴ果汁が入ってるんだ。ちょっと食べてみよっか。すごい。匂いがね、やばい。すごいいい香りする。リンゴの。やば。部屋中に香りが広がる感じの。あ、うま。これ、好きかも。いや、いろんなキャラメルあるけど、これかなり、私の中で、上位に入るキャラメルです。いや、これ嬉しいな。キャラメルってね、あんまり食べないんですけど、これはね、うまい。なのでね、自分も見かけたら買おう。リピートしたい。これ何？浜崎。なんだろう。いろんな魚とか、浜焼きみたいな感じなのかな。魚介が入ってる。あ、でもイカだ。イカですね、これ。これまたなんか高級なものじゃないですか。いいんですか？なんかね、別に大したもの送ってないんですよ。いやー、嬉しいなー。山瀬みとべさんの、やつですね。これはちょっとお酒と一緒に、ライブ中に飲もう。飲もうじゃない、食べよう。食べて飲もう。おさんまラーメン。これは嬉しいな。こういうの。なんか高いお店でさ、売ってるんだけどさ、なかなか、この麺自体もさ、高いんだよね。なので、全然自分じゃ買えなかったんで、嬉しいです。うわ、これは楽しみだな。ラーメン大好きなんで、こんなにラーメンがある。次ですね。これは何？米だけの酒って書いてる。リンゴ王国。日本酒ってこと？あ、日本酒だ。米と米麹だけで作ってる。アルコール分7度。清酒だって。低アルコール。清酒って書いてる。うわ、これうまそうだな。リンゴのフレーバーとかそういうことではないみたい。ありがとうございます。うまそうなものばっかりだな。次がですね、こちら。あ、前沢牛のラーメンか。前沢牛か、どっちだっけ？確かね、前沢だよね。牛。で、前沢もさ、岩手じゃなかったっけ？ここに印がついてないんだね。こっちね。いや、いいね。いや、楽しみだな。今、真剣に読んじゃった、裏。青森キャンディーだって。あ、これは、ちょっとハードキャンディーだね。ちょっと開けてみよう。あ、これはね、匂いがしない。ハードキャンディーだからかな。まあ、かすかにリンゴの香りはするけど、さっきの青森リンゴキャラメル、
あれむっちゃいい香りだから、なんて言うんだろう、袋開けた瞬間、こっちは香りがいいけど、こっちはね、今のところ、ま、中にね、アップル、これね、ソースが入ってるんで、それが出てきてからですよね。あ、今出てきた。やば。あ、これは美味しい。あ、ちゃんと青リンゴのね、味がする。あ、うまい。両方とも。あ、これ仕事中に食べよう。うまいわ。次がですね、弘前の生シードル。ほう。これは、あれかな？ジュースだね。すげえうまそう。透明なリンゴジュース好きなんだよね。これ生シードルなのかな？木かな？木シードルかな？どっちだろうな。すごい。これはちょっと楽しみ。ちゃんと冷やして飲もう。次がですね、結構瓶物がね、入ってる。あ、こういうの好き。ご当地ソーダだ。山ぶどう畑サイダーだって。私、ぶどうサイダー好きなんですよ。なんだっけ、ファンタグレープをね、そう、ファンタもね、ファンタグレープを飲む派なんだよね。だから嬉しい。まあ、すごく香りがいいんでしょうね、山ぶどう畑。これは何？リンゴのチューハイだって。クラフトチューハイだって。東北限定の。わ、やば。いや、クラフトビールかと思った。クラフトチューハイっていうジャンルがあるんだね。五所川原の、リンゴを使ってるんだって。うわぁ、これはちょっと楽しみだなぁ。クラフトチューハイっていうジャンルがあるのか。これは初めてですね。じゃあ次ですね。次は、よいしょ。今またアンマンちゃんがプチプチ持ってった。こちら。あ、木ぶどう。さっきのも、木シードルとか、そういうことなのかな？こっちもね、クラフトチューハイですね。ぶどうとリンゴの、うわー、絶対うまいよね。いや、クラフトビールとか、嬉しいなー。いや、また高いものをすいません。ほんとね、嬉しいわ。こんな貴重なもの。いや、なかなかさ、自分じゃ買えないものばっかりで。嬉しい次が、これはなんだろう、お菓子かな。なんかさらになんか箱入りのお菓子送ってくれてる。いや、ここまでしてもらわなくてもいいのに。いや、嬉しいなー。いやー、またお子さんになんか送ろう。お礼に。お礼合戦になっちゃうけど。それはちょっと迷惑かな。またなんかあったらちょっと送ろう。ねえ、アドルさんにね。これなんだろう。うわ、すごい！どら焼き？美味しそうなお菓子。どら焼きかな？あ、どら焼きじゃないの？え、なにこれ。え、マドレーヌ、リンゴだって。いやー。これなんだ？なんかモザイク。モザイクがかかってるお菓子。あと、命っていうお菓子なのかな？いちごミルク。あと、リンゴ。
どんな感じのお菓子なんだろう。抹茶。私抹茶好きなのよね。カスタードケーキって書いてあるな。リンゴ食べてみようか。うん。あ、なんかペコちゃんのほっぺとか、そんな感じかな。でかいぞ。でかい。あー、ぽよぽよしてる。ちょっと食べてみます。あー、怒られるかもしんないけど、ハギの月のでかいバージョン。カスタードクリームは結構甘めです。あ、リンゴジャムがうまい。リンゴジャムがね、甘め控えめで、カスタードクリームがね、甘いんで、ちょうどいいですね。これでかいな。そしてうまいぞ。うん。結構甘いんで、一つ食べたらね、満足できるぐらいの、そんなね、普通のケーキ代わりに食べれるお菓子です。あ、これは紅茶とか入れて食べたいな。アップルティーとかもいいかもな。というわけで、今回アドルさんからね、たくさん送っていただきました。いやー、なんかすいません、アドルさん気遣っていただいて。本当にありがとうございます。またね、こちらライブ中に飲んだりね、しながら、また雑談したりとかしていきたいなと思ってます。また飲み配信やろうね。まあ、リンゴのチューハイ楽しみだな。というわけで、皆さん、ありがとうございます。皆様のおかげで成り立っております。今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。いやーもう嬉しいね。ご当地物が食えるっていうのは、もう本当にね、幸せの極みでございます。それでは、またねー。